皆さん、こんにちは。それか、こんばんはかな。こんばんは。ちょめちょめうさぎでございます。今日、4月28日ですね。ドラゴンクエストモンスタージョーカー2が発売されました。というわけで、私め、ちょめちょめうさぎは、ドラゴンクエストモンスターズジョーカー2、スクエアエニックス様制作のこのゲームを実況プレイしていきたいと思います。神々な部分もありますし、セリフの時も片言なことが多いので、神々ですね、いきなり。ちょっと緊張してるんですね。まあ、そこのところ、初めてなんで、多めに見てやってください。多めに。それじゃあ、始めていきたいと思います。よいしょ。皆さん、パンクポークスは知っていますかね？一応私、パンクポークスっていう YouTube で、YouTube で動画を出している人たちのメンバーなんですけど、まあ、また動画見てください。それじゃあ、ドラゴンクエストモンスター2、ジョーカー2です。なんか前よりかっこいいですね。いや、気のせいかな。それじゃあ始めていきたいと思います。主人公の名前を決めてくださいと下画面に出てますね。いや、比較的、下画面は見せずに、上画面だけで、やっていこうと自分は計画しているんですけど、まあもし皆さんが要望があれば下画面も見せますんで、まだコメントしてください。それじゃあ名前ですね。名前もちろんちょめちょめうさぎに決まってるじゃないですか。うわどこやった、うさぎ、なんでうさぎ、ちょめちょめうさぎっていう名前については、うさぎが好きなんですね自分。なぜかウサギが好きなんですね。困ったものに。困ったことにウサギが好きなんですね。全く、まあ、いいことなんですけど、ね。ウサギが好きなんですよ。本当は、ちょめちょめウサギっていう名前の横にもう一個丸がつくんですけど、まあ、まあ、それはいいですね。よし。これでいいかな。OK。それじゃあ、始まりますよ。バトルグランプリ。おぉ。モンスターバトルグランプリ。モンスターを仲間にし、自らの 手足のごとく彼らを操る者たちがいる。うん、誰のことや、誰のことや。その名もモンスターマスター。へえ。そのナンバーワンを決める世界最大の大会、バトルグランプリかな、 GP バトルグランプリがついに開催される。おお。お、かっこいい。あ、この中で俺キラーパンサーが好きかな。そのムキムキ、ムキムキなモンスター好きなんで。あ、カンダタはまあまあです。あまり好きじゃないですけど。マスターたちは自慢のモンスターを出し合い、会場で激しいバトルを繰り広げる。うん。そして、モンスターたちと心を通わせ、死闘を勝ち抜いた者だけが、てん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 。お、ねえ。お、勝ったんか。マスターたちの夢、チャンピオンとして、世界中の人々に称えられるのである。おお、俺も称えられて。そんな彼らの夢を乗せた飛行船がバトルグランプリの会場へ次々と飛び立つ中、熱い志を持って飛行船に乗り込む一人の少年の姿があった。俺のことや。絶対俺のことや。俺のことやで、これは。いや、まだわからんかな。俺じゃないかもしれん。コンピューターかもしれん。おグラフィック綺麗やな。いや、期待以上やな。音楽はいいですね。杉山浩一さん大好きなんですよ。もうね、ドラゴンクエスト大好きな人は杉山浩一さんも鳥山明さんも好きなんですよ。お、ないん？お、ないどうした？マジで？今時やな。この私がこんなボロッチー飛行船で、ボロッチーひどいな。バトルグランプリの会場まで行くっての？そうです。行ってもらいます。お、かっこいい。ムキムキですね。お待ちしておりました。私はセブンスさんやな。この飛行船の船長です。かっこいいな。服がかっこいいな。緑、目に優しい。前大会優勝者のあなたを、お乗せできるとは、この飛行船も喜んでおりますよ。そうですね、喜ばしい。
さあそれではどうぞ中へ。仲も汚かったらちょっとこいつは切れると思うな。遠慮しとくわ。こんなボロい船に乗ってたらいつ向こうに着くかわかんないもん。なんかわかんないもの。わがままやな。今時やな。ママン？ママに頼んで新しい飛行船をチャーターしてもらうから気にしないで。気にするわ。いや、ママンはすごいねんな。なるほど。あなたをお乗せできないのは残念ですが、正直助かりました。かっこいい。それはええやな。いいね。今回は荷物が多くて少しでも軽くしたかったのです。あなたがキャンセルしてくれたおかげで他の乗客を無事にお送りできますよ。乗るぞ、絶対こいつ乗るぞ。何私がそんなにおめでとうでも言うの。最近の子ですね。お、これはまたかっこいいおじさまでございます。おう船長、船の整備はバッチリだぜ。残りの荷物を積んでさっさと行こうや。ああ頼む。誰やこの人、めっちゃかっこいいや。おじさんキャラが好きなんですよ。変だと思われますけど。ん、ま、私が乗らないことがこのボロ船の助けになるなら嬉しいわ。嬉しいかな。それじゃあせいぜい頑張ってバトルグランプリの会場までたどり着いてね。もう優しいとこもあるやないか。あなたたちが来る頃には大会終わってるかもしれないけどね。へえ、嫌みったらしい子。ん、どうした。あ、荷台に乗ってんのかな。ん、この箱やけにおめえな。一体何が入ってやがるんだ。俺や。お、あ、なるほどな、そういうことか。ん、お、ん、誰かおるな、かっこいい人おるな。やれやれ、噂以上にわがままなお嬢さんだったな。わかるわかる。あれが前回の大会で優勝したモンスターマスターとはな。まあマスターの中にも面白いやつがたくさんいるってことだろう。俺も面白いで、多分な。でもよ、バトルグランプリの開催が迫ると昔のことを思い出さねえか。昔のこと？なるほど。ああそうだな、昔は金もコネもなくこんな飛行船に潜り込んで会場に。お？はっはっは、そうさ。で、見つかってはこっぴどく叱られたっけな。叱られただけで済むか。ええな、優しいな。その私たちが今はマスターの夢を乗せ空を飛んでいる。人生とは面白いな。面白い、人生は面白いで。俺も人生を今有意義に遊んでます。遊ぶ。よし、それでは出発しよう。乗客の皆さんがお待ちかねだ。かっこいいセブンス船長、男前や。行くで。飛びます。ボロッチか。このボロッチさがでもかっこいいの、かっこいいんちゃうんかな、やっぱり。ほら、かっこいいやん。なんかあれやな、俺はラピュタを思い出すな、こういうの飛行船を見てたら。そう、あのドーラ海賊団。ごめん、話ずれた。飛んできましたよ。ボックスじゃん、木箱やな、木箱。さてと、どうなるのかな。ん、おー、なるほどな。おー、今 A ボタン押したんすけどね。お、来た、かっこいい。前の主人公も好きやけど、俺こっちの主人公も好きやな。はぁ、あ、すっきり。あ、もう自由に動けんのか。それじゃあ、もう時間なんで、9分30秒ぐらいいったんで、ちょっと、今回イベントだけでしたけど、どうです？私のアフレコっぷり良かったっすか？まあ、こんな感じでグダグダにやってきますんで、どうか、多めに見てやってください。多めに。それじゃあ、また次回お会いしましょう。多分この続きも連続で撮ります。それじゃあ、さよならー！バイバーイ！